トモハッピーです。そしてどうも、ヨシヒロです。なんかパチンやるやん。なんか俺も音出したくなったんですよ、最近。そのヨシヒロさんと今日やっていくのは、うん、マジックセザリング無料デッキ対戦。やっていきます。はい、こちらにね、カードがギチギチに詰まった一箱ございます。はい、で、こちらにもありますね、これ一箱、うん、あります。これ何かっていうと、全国のマジック専門店ハレリア店頭でお渡ししている、まあ、よくパンの耳なんてね言ってるんだけど、あの無料でね持って行っていただけるカードの詰め合わせです。これね2箱用意してます。はい、でこの中に入ってるおよそ800枚のカードと基本土地で40枚デッキを組んで対戦していくっていうね、以前人気があった企画の第2弾、パワーアップ版ということで、あれすごかったですね。俺あんな伸びると思わなかった。でしかもお金もかからないで遊び楽しかったから、ね、結構中身すごかったっすよね。いや、そうですね、普通にあんこもいっぱいあったし。だからまずこの中から何が出るのっていうね、まあ、間違えてもレアは入ってないかなと思うんだけど、まあ、このあんこはね、はい、同じのが名前も出ちゃったり、ちょっとどうなってるか分かんないんで、これをね、開けてデッキ組んで戦っていきます。はい、やっていきましょう。盛り上がっていきましょう、うん、お願いします。お願いします。はい、じゃあ吉野さん、これどっちにします？はい、選んでいいですよ、お客さんなんで。これちなみに、ちなみに前回俺負けてるけどね。そして俺前回はその無料で置いてあったこれラブミカのギルを使って作ったデッキで勝ったんですよ。だからもう一回これと思いきや、これ2020にはアンコモに超強い対策カードがたくさんあるんですよ。ただこれ箱と一致してるわけじゃないよ別に。そっか、空き箱としてなんか入れ物として使ってるだけだから関係ある場合もあるかもわかんないけど。あ、でも前回は関係してたから、でもどうしようかな、うん、俺じゃあ一応関係してると信じて、はい、そこの中には超強いね、普通にあの構築で使うアンコーンがたくさんあるので、ほう、うん、それ欲しいから俺こっちにします。 OK です。ただで手に入るし、よくわかんないけど、うん、はい、じゃあこっちにします。うん、よし、やっていこう。やっていこう。デッキ構築開始、じゃあ大体20分。よし、かい、レッツゴー。ええー、わ、これ相当するだけで時間めっちゃ食うな。10分ぐらいかかるんだよこれ。でも本当にすごいサービスだよな。俺が子供の頃はこういうコモンの束でも300円取られましたよ。まあ、ハレリア本当カード捨てたくないんでね、うん、もらってくれたら初心者の人が喜んだり、不況用に使われたりとか、うん、工作に使われたりとか、いろいろいいことあるかもっていうね。これに関しては本当にな、ただ得だからね、もらった方がいいよみんな。そう、まあ、なんかそういう感じで遊んだ人もね、中にはハマって未来ハレリアとかメーカーにとってありがたいお客様になるかもしれないし、これだけで全然遊んでほしいぐらいなんで、マジックを。これ同じカード何枚入れてもいいんでしたっけ？うん、今回も。そうです、リミテッドなんで同じカード何枚もいけます。いいっすね。え、アンコモン出てきた、ついに。え、いいな、アンコモン1枚もない。若干だけ多分、パック開封で。あー、なるほど、もう塊のまんまってことだ。コモンに混じっちゃったアンコモンだと思う。意図したアンコモンじゃない、まあ、正直人間がバーって作業したら、まあありますよ、少しはミスあるんで。で、ボックス開封のレアソートで、はい、レアの枚数は数えておかしかったら洗い出すんですけど、うん、なるほど。じゃあアンコモンは一応もしかしたら入ってるかもしれない。そう、アンコモンぐらいはできました。うん、できました。そうだな、これマジ先手取りてえな。てかスタンダードの出来に勝てんじゃないこれ。マジ、うん、そんなことある。お願いします。お願いします。前回負けたからな、今回は勝ちたいな。今日で、はい、お願いします。お願いします。じゃあ一本勝負でやっていきます。はい、一本勝負。あー、これは間違いない。先行有利。よし、先手。はい、お願いします。お願いします。 いける、いける、キープ、キープ。マリガン僕の、はい、デッキは土地を4枚までしか使わない。だけど5枚あった。あ、それは絶対マリガンする。これから引く土地は全部不要配、不要配。7枚。あ、いいんじゃないですか。いきます。はい、キープ。1枚下、1回マリガンしてるんで1枚下です。どうぞ。やりますか。じゃあ始めます。はい、島から、はい、フェアリーのアクトを出します。げー、これ、うん、いっぱい入ってたらどうしよう。1匹いたら30匹いますからゴキブリ。いや1マナで飛行、11飛行で、そう、出た時に他のフェアリーのアクトという名前、同じ名前のいれば、めちゃがいたらワンドロー。うん、いないじゃん。そう、だからあの1匹には最初0枚。そう、やばい気配がするな、それ。ドローセット、ボロスのギルドも、はいはい、かわいいスタート、はい、終わり。いや、お互いかわいい、お互いかわいい。お願いします。
こで、じゃあもう一匹目マジで引きます。ドロー。まあまあいいでしょう。カード1枚で22出したと思います。そのままアタックします。で19終わりです。あ、続かなかった。そう、なんか、ね、危ない危ない。続いたらどうしようっていうね。ドロー。でも後でまた引いたらさ、うん、常にボーナスでしょ。そう。平地出して、うん、ういういしい補充兵。はい、自分のターン先制攻撃を持ちます、うん、はい、終わりです。アップアップキープどうします。めちゃめちゃ弱いな。ちょっと俺の想像と違うの。先頭入ります。はい、アタックアタック17でメイン2で得意出します。あー強っ。予言者3マナ21でカードが引きます。 OK、はい、です。なるほど、終わりです。アンタップ、はい、ドロー。地上でアタック2点やります。よしよし、山を置いて、はい、トラキシの軍団兵。うわー、守備表示、はい、終わりです。アンタップ。殴れない、こんな相打ちたくない。ワンドローされて1日止めたい。なんてこった。でもね、ちゃんと青にもね、除去ってあるんですよ。え、金縛りタップで。おお、すげえ。で、戦闘入ります。タップで起きない。そう、アタックアタックアタック4点。13で、ターン終了です。まずいな。はい、アンタップドロー21、はい、先制攻撃でアタックします。よしよし、食らいました。さすがにこれはもう守りに行くしかない。空騎士の軍団兵2号、第2の終わりです。いいでしょう。アンタップ、アップキープ。来ていられるかな。どうします。フェアリーの悪党、はい、やばいやばい。まあ、どうします。はい、いいよいいよ、どんどん余分な土地でも引いてくれ。はい、やばもうフルパンで4枚何枚入ってんの。11枚入ってました。やば。それが先生バウンスで。バウンス、うん、でもこれ今出したやつとか殴れない。そう、こいつは殴れないです。はい、私4点を入る。アタック4点、9ターン終了。アンタップドロー。アタック2点、くれましてしてし、絶対絶命やなこれ。もう1体おかわり。先生攻撃で3マナ2に行こう。はい、終わりです。アンタップ、アップキープ。次こいつらも殴れる。伸ばします。予言者、はい、でワンドローします。そうですね、相関で。相関やば。取ったアドバンテージで1万のでいいとも簡単に溶かしてくる。で、戦闘入ります、はい、ここは全員殴れるから、パンチします。というわけで入る打点が6点。3で、ターン終了です。絶対絶命。アンタップ、ドロー。託します。食らいます。1、2、3、4。軍団兵、軍団兵、山を置いて終わりです。タップ、アップキープ、ドローします。はい、やばすぎ。何これ、やばすぎ。強すぎ。確かに下手なスタンダードを勝てる、はい、全然ちょっと待って、一旦だけ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 待って、お願い、一旦だけ待って、これ全然、もう一回ぐらいカードを引かして。わかりました、いいでしょう、どうぞ。マジ、一旦差し上げます。その間に一旦だったらこいつは総攻撃します、マジで。いいの、いいですよ、一旦だけやめましょう。引けるかな。この状況なんとかするカード入ってるんですよ、僕。え、全体火力、うわ、マジかよ。一旦、はい、くれちゃった。ちなみにコンテナ隊にはもちろん解決策はあります。ありますね。八百長だからね、これなんとか、うん、いや、もう引いたらもうしょうがない。行きます。それはもう行きます。 Thank you for entertainment。 あ、ダメだ。負けました。ありがとうございました。ありがとうございました、うん、ちなみにね、こういうタフ位置にも対処できるし、はいはいはい、愚直勢が止まった時用にこれ入ってたんですね。あー、なるほどね。あのコスモトロニックウェーブっていう、はいはいはい、全員に一体与えながらこのターンブロックできなくするっていう、うん、これ打てばもう全滅で、一撃でバーン、うん、1対6交換みたいな、うん、面白いなと思ったんだけど、バリガン回って引かなかったんです ね、 ですね。ありがとうございました。あ、殴っときます。エンド、ブラッシュ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。改めてありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、うん、結果は、吉弘さんの勝利でした。また面白いチャンピオン。チャンピオン防衛成功、おめでとうございます。ちなみに俺、そんなこともあろうかと、うん、俺5枚入れてたから。いや、そんなにあったのかよ。5枚、なんか4マナ券、うん、5枚ずつ、これ一応最初カウンター入れてたんですよね。どうせあのすぐに展開してマナ構えるようになるじゃないですか。はい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 。でもなんかさすがにやりすぎかなと思って、相手早かったらやだなみたいな、うん、すごいね。だからなんか全部相関にしました。もうそしたら、いや、いいね、めっちゃいいね。アド取って相関で1万で何でも。これ前回に引き続き、うん、めちゃめちゃハイレベルなデッキじゃん、お互い。そうですね。
前回 の, あのトモハッピー の, あの青白のゲインデッキとかも、うん、あれ相性でたまたま勝っただけで普通にあの相当な完成度ですからね。相性と引きとね、うん、しかもこれまた違うデッキ組んで遊ぶことも全然できちゃうし、うん、これ11枚はやばいね。メアリーとんでもない。しかもこれ無料でもらえちゃうんだ。これパウパーで使われてるカードじゃなかった？あ、そうですね、そうそうなんですよ、ね、なんか普通にあのフォーマットによってはプレイアブルなカードだから。はい、今回もねかなりエキサイティングな面白いゲームになったんじゃないでしょうか、うん、皆さんもねよかったら全国のハレリア店頭で配ってる無料のねカード束で遊んでみてください。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもお願いします。そう、そしてね、今回コラボした開封大好き吉弘のチャンネルもきっと概要欄にあると思うのでそれもねぜひチェック&チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで、今日はトモハッピーと開封大好き吉弘でお送りしました。ご視聴ありがとうございました。また明日、バイバーイ。